懐かしい。そうそう、確かこの頃は。こんにちは。あれ、カナンちゃんだけ？うん、ダイヤとマリは委員会会議でちょっと遅れるってさ。ヨウも一人なんて珍しいね。チカちゃんは日直で、リコちゃんは職員室に。というか、カナンちゃん、机に広げてるそれって、もしかしてアルバム？そうだよ。昨日マリと子供の頃の話をしてて、アルバム見せろってせがまれたから持ってきたんだ。いやー、重たかったよ。ねえ、私も見ていい？いいよ。まあそんなに面白い写真があるわけじゃないけど。カナンちゃんの思い出拝見。わあ、カナンちゃんちっちゃい。幼稚園？小学生？かわいい。さすが、海での写真が多いね。あれ、この写真って。ああ、それね、覚えてる？私とチカとヨウ、三人一緒に浜辺で遊んだ時の。覚えてるよ。うわあ、懐かしい。砂山作ってトンネル開通とかやったっけ。あと浜辺にでっかく SOS って書いたり、水着じゃないのに海に入ってびしょびしょになって、地下の家でお風呂と着替えを借りたんだよね。そのままお昼ご飯もごちそうになって、その後は3人で昼寝、起きたらもう夕方だった。あの頃は本当自由にやりたいことをやりたいようにやってたね。カナンちゃん、戻りたいとかって思う？あの頃に。いや、戻ったら今の私はなくなっちゃうからね。戻らなくていいかな。そっか。うん、私も。さて、そろそろダイヤたち来るかな。アルバムはしまっとこう。みんなで見ようよ。絶対盛り上がるよ。何言ってんの？その前に練習だよ。